パさん、また寝てる。いらっしゃい。もうまた寝てたよ。そんなに寝てたらお仕事にならないんじゃ。前にも言った通り、僕はお客さんが来たらすぐに起きれるから大丈夫なんだよ。だからそれは大丈夫のうちに入らないんだって。まあまあ、店主の僕が大丈夫って言うんだから。やばい、どうしよう。どうかしたの？僕としたことがふっくりしてた。取り返しのつかない大問題発生だよ。ここに置いてあった僕の大切な。大切な、何？もしかしてなくなってるの？そう、僕の大好きなミルクがないんだ。今朝最後の一本を飲んだの忘れてた。って、自分で飲んだだけ？寝てる間に盗まれちゃったのかと思った。これ、僕は寝起きにはミルクを飲まないとダメなんだ。あはは、分かったよ。ミルクならすぐ持ってくるから、ちょっと待ってて。いいの？嬉しい。いつ、めっちゃいいやつお願いね。うん、任せて。ミルクはコロちゃんに慣れてるからね。よく来たね。これでいいかな。お待たせ。ご要望の美味しいミルクだよ。やった、待ってました。早速いただきます。ぷはー、うん、うまい。寝起きに一気飲み、豪快だね。ミルクは一気に飲み切ることがミルクに対しての最大の敬意だからね。それにしてもこんな美味しいミルクは久しぶりに飲んだよ。気に入ってもらえた？うん、味、濃さ、香り、飲み終わった後に残る後味、全てにおいて完璧なミルクだった。ソフィーさんはスカウトしておかないと後悔しそうだ。スカウト？店員にってこと？そうじゃなくて、僕の一族にだよ。僕はね、僕の一族を今よりももっともっとすごい一族にするのが夢なんだ。ソフィーさんみたいな錬金術師が仲間入りしてくれたらすごく嬉しいんだけどな。最高のミルクも探してきてくれるしね。そっちの目的が大きいような気がするけど。僕にとってはどっちも同じくらい重要だよ。それでどうかな。冗談でもそう言ってもらえるのは嬉しいけど、気持ちだけ受け取っておくね。本気なんだけどな。ま、気が変わったらいつでも言ってね。ソフィーさんなら大歓迎だからさ。